みなさん、こんにちは。サクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。今日のテーマは怪我についてです。私は今、中指を怪我しています。皆さん、中指って、どの指かわかりますか。 親指、人差し指、中指、薬指、小指。中指は真ん中の指のことを言います。その中指を私は今、怪我をしています。もう一週間前くらいなんですけれども、まあ、料理をしていた時に包丁で 少し、怪我をしてしまいました。で、まだ治らなくて、ずっと、絆創膏をつけたりしています。で、最近は絆創膏だけでいいのですが、一昨日ぐらいまでは、お風呂の時もこも、指を濡らさないように、手袋をつけて、 お風呂に入ったりししていましたで手を怪我すると本当に不便ですね手を洗う時も顔を洗う時も料理をする時もお風呂に入る時も髪を洗う時も手をたくさん使いますそこで 一本指を怪我していると本当に不便だなと思っています。一番何が不便かというと髪を洗うときと顔を洗うときですね。もう本当に早く治ってほしいなと思います。え怪我をしたときはもう。 とにかく濡らさないようにすればいいと聞きました。なので今私は中指を大事に守っています。ま,あ、まだ治りそうにないのでもう少し不便な生活は続くんですけれども早く治ってほしいなと 思っています皆さんも怪我には十分気をつけてくださいそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this Please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com You can get Japanese c h a r r twice a month Check the description box じゃあ、あまたねー。うん